蔵のプロが作っている超簡単な隠し扉を作っていく。まずは木材を回収して作業台を作る。そうしたら隠し扉を作るのに必要なレッドストーンを回収していく。次は黒曜石を手に入れるためにダイヤモンドを回収して、ダイヤのツルハシを作って黒曜石を回収する。5個あればいいかな。次にスライムを倒してスライムブロックを回収していく。全部で38個必要。そうしたら粘着ピストン2つにスライムブロックを4つ作って、レッドストーンリピーターを作ったら 4×3 マスの空間を作り、高さ4マス分掘っていく。そうしたら2マス掘って適当なブロックをこのような形に置いていく。そうしたらレッドストーンリピーター、レッドストーン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 。次にリピーターを置いて粘着ピストン2つにスライムブロックを4つ置いて、オブザーバーからの黒曜石、あとは黒曜石を4つ敷き詰めて、スライムブロックの前に適当なブロックを置いてボタンを作って入り口を作ったらほぼ完成。仕上げにボタンを設置してこれを押すと、超簡単隠し扉の完成。